はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時ですね。8月は19日の月曜日でございまして、はい行きましょう。日経平均今日はね、下げて終わりましたね。結局は674円安というところで終わっております。ドル円は 147.463 と、まあ、若干円安気味ですね。はい、なんか香港がね、最近じわっと安いですね。17,591 というところですけど、さて、原油じわっと安いですね。これ中東何も起こりませんね。イランとイスラエルと、まあいいですけど、起こらない方がいいんですけどね。ドル円はですね、1337とですね、まあまあですね、今日はすごいウォン、高できてですね、このウォンらしいですね、こう忙しさがあんまりないって、今ちょっとこう切り替えされてる感じがしますけど、らしさがない動きをしています。でですね、注目のね、習近平とですね、ベトナムのですね、あの委員長の会談、全然写真出てきませんね。なんでっていう感じですけど、なんでっていう感じ。はい、まあいいよ。まあ、もうちょっとですね、普通の話題にお用意しましょう。中央日報でございまして、お隣さんのですね、割とメジャーなメディアですね。韓国大卒以上の青年、ただ休んでいるが 20% 増加。就職希望条件の高さも影響ということで、ちょっと読みますね。高等し始めのソウルの4年生大学を卒業したイさん28は、韓国ってね、昔は日本と同じですね、4月入学、3月卒業やったんですけど、なんかちょっとちゃうみたいですね。9月入学でもないみたいですね。なんか1月か2月入学みたいになってますけど、日本と同じ、イエーと言って、やめ、変えたんちゃいますかね。だから、入試が確か11月頃やった気がします。イさん28は、最近就職準備をやめ、テジョン。日本で太田ですね、音読みすると大殿ですね、デジョンにある実家に戻って休んでいる。人文商経系列を二重専攻した彼は、昨年から就職に挑戦したが、文科生の公開採用の門戸が狭まり、希望の仕事が見つからなかった。李さんは面接や適正段階まで進むこともできず、書類で脱落するケースが頻繁で限界を感じた。専門職試験や講師など他の進路に変更すべきか悩んでいると話した。イさんのように就職を断念し、そのまま休んでいる青年層が過去最大を記録したことが分かった。韓国統計庁の経済活動人口調査によると、15から29歳の青年層のうち休んでいる人口は7月に前年比 10.4% 増えた44万3千人休んでるんで、若いもんが、みたいな。僕らからするとそうですね。若いもんが、寝転んでるんちゃうで、みたいな。中国には短兵族というのがありまして、まあ、寝そべり族なんていう日本語で訳されてますけど、まあ、親元で寝そべって何もしいひんという。同じような人々が韓国に増えているということですね。韓国も中国もですね、こう景気は良くないんですよ。まあでも韓国の方が幾分マシですよ。幾分マシなんですけどもですね、しかも韓国なんか業種によっては人手不足でですね、外国人労働者をいっぱい入れてるようなところなんですけど、でもですね、こうやって大学を出て、ですね、仕事がないという人がポーンとしてるってなりますけど、まあそれをね、許容できるっていうのはね、こう社会が豊かになったということでもあるんですよね。親が食わしてるわけですよね。でね、韓国の場合もう一つですね、その、なんて言いますかね、給食の意思があるのに休んでいる残りの青年層は、希望する賃金水準や労働条件が合う仕事がなさそうという理由が
4万5千人で最も多かったなんていうのがありまして、やっぱり大学出た限りはね、ピザの配達なんかやってられへんでということなんですね、簡単に言えば。なんでですね、文系のですね、なんていうか、ホワイトカラー志向が強いんですね。韓国の大学卒業、大学進学率は8割ぐらいなんですよ。いや、ちょっと多いでしょう。日本はね、6割いったかいってないかぐらいなんですね。で、前から言うてるんですけどですね、大学教育を受けるにふさわしいレベルのですね、知能を備えてる人っておそらく2割ぐらいちゃうかなと思うんですね。全体の、ね、だからですね、日本もそうですけど、残り4割というのは別に大学もまだ行かんでええんちゃうのと、まあ、いう方な人々であってですね、で、その割合比率って韓国もそんな変わらないと思うんですね。だから大学教育を受けるにふさわしい知的水準というか、まあ、知能の水準、まあ、要は吸収力がある人ですね、は2割ぐらいであって、6割ぐらいは、まあ、ただ大学卒業というですね、ライセンスというんですが、あれを取りに行くという資格を取りに行くだけに行ってるような人たちですね。で、なんて言いますか、ホワイトカラーの仕事というのは、まあ、言うてみりゃ、なんて言いますか、ある程度大学出た人にふさわしい仕事みたいな、まあ、ホワイトカラーの仕事は、どうでしょうね、大学卒業者に、こう、なんて言いますか、順次ってあるかというとですね、あります、実は。ありますけどもですね、どうでしょうね、その、大学の勉強が活かせるような仕事はほとんどないですね。単なる帳面付けというか、まあ、入力ですとか、まあ、そういうことになってですね、大きな会社の求人数とですね、大卒者の人数はやっぱ合わないわけですね。だから大方はあぶれてるわけでして、で、仕事を選ばなければですね、大卒者の仕事はあると思うんですよ。だって韓国もですね、外国人労働者をいっぱい入れてるわけでして、見合わないというか、自分の水準に見合わない仕事はいっぱいあると思うんですけど、それには就きたくないという若者が多いわけですね。日本人は比較的ね、ある程度妥協してしまうんですよ。ええやん、ほんだら、いいよ、もう、とりあえずバイトしとこうとかって、とりあえず、派遣で働こうとかっていうふうになる人が多いんですけどね。お隣さんはあんまり妥協しないです。いや、僕も若い時あれはしてましたよ。ダンプ運転しましたよ。24歳ぐらいの時、一時期。3ヶ月ですけどね。もうとりあえず何かしなあかんやんと思って。いや、砂利トラっていうんですよね。4トンダンプを運転。普通免許で運転できる、当時はね。今普通免許を取った方は確かもう運転できないと思いますけど、当時の僕が取った頃の普通免許って今の4トンダンプまで運転できるんですよね。乗られて工事現場回ってましたよ。で、工事現場回ってゴミを積んでゴミ捨て場まで行って、で、ゴミ捨て場行ってほーっとしてましたけど、いつか申し上げる、そのゴミ捨て場に当時ね、外国人労働者がいっぱい来ていてですね、それも結構賢いね、エリートの発展途上からやってきたエリートの人たちがいてですね、通訳してました、私が。まあ、わずか三月ですけどね、貴重な経験でしたね。まあ、何でもいいんですけど、中央日報のですね、この貼っときますけど、やっぱり韓国もね、大学を卒業したけれどもですね、ふさわしい仕事はないからってこうやって休んでるとね、そのうちね、人間腐りますよ。まあ、この方年齢的に言ってですね、もう兵役が終わってるっぽいんですね、28歳ということは。で、韓国ってこの徴兵制があることによってですね、男子の場合はですね、新卒一斉採用という、こう感覚がちょっと薄いんですね。兵役に行ったりするとですね、23歳、4歳、5歳ぐらいになって、28歳ぐらいで初めて職に就くという人がいっぱいいるんです。で、このイさんという方もですね、多分、他の人もそんなにね、焦ってないんで、俺も焦ってないとか言いますけど、30過ぎてしまったらね、なんていうかもう、こう辛い仕事ができにくいんですよ。もう僕の経験から言うても、20代の頃って無理が効くんですね。少々理不尽な目にあっても、辛い目にあってもですね、まあそこで頑張ろうって頑張れるわけですよ。30過ぎるとなかなかね、で、一回そういうね、痛い目というか、辛い目にあってこそ、人間というのはですね、一人前になれるんちゃうかと私は思ってますよ。
あれを経験してこそですね、まあ、それなりの専門性とかですね、経験値が高まるわけであってですね、これぼーっとして30過ぎたらこの人あんまりその役に立たない人間になってしまうんちゃうかなという気もします。でもお隣さんってね、そういうふうにしてこうプライドが高い人多いですから、俺大学出てんねんということでですね、頑張ってしまうとですね、ちょっとですねキャリア形成できない。でこれやっぱり国全体としてね、そのこういう優位の青年がですね寝てるだけっていうのはかなり辛いんでしょうね。かなり辛いというか、まあ、マイナスでしょうね。まあ韓国ならではの事情もあると思います。一応貼っときますね。韓国大卒以上の青年ただ休んでいるが 20% という記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。